1個目オープン。ラインナップはこちら。丸宮シャカシャカチャーム、混ぜ込みわかめわかな、混ぜ込みわかめ酒、たらこすき焼き、味道楽、のりたま。果たして今回当たったのはのりたま。のりたまといえばやっぱこの鶏の絵が可愛らしいですね。ちゃんとこっちに鶏がついてます。で、のりたまのパッケージはこんな感じで、すごくご飯が美味しそうですね。裏はこんな感じになっております。使用期限丸宮です。のりたまの誕生も書かれてますね。しっかり初代のりたま1960年、使用方法、振るとシャカシャカ音が鳴ります。いろんなところにつけてチャームとしてご使用ください。ということなので、早速シャカシャカしていきます。これはいいね。こんな感じでのりたまでした。2個目オープン。ラインナップはこちら。ハワイのお土産ミニチュアコレクション、ホノルルクッキーカンパニー、マナーハニー&ミード、アイランドソープ&キャンドルワークスの全5種類あります。私が取ったのはアイランドソープ&キャンドルワークスのココナッツソープが当たりました。これは天然素材を使用した手作りのフォークらしいです。こんな感じで可愛らしいパッケージになってます。横もこんな感じで、後ろも全部英語ですね。で、こんな感じの可愛らしいパッケージになってます。で、横にはソープということで石鹸ですね。後ろはこんな感じになってます。ハワイにいたら気になる商品ですね。これはこんな感じでココナッツフォークが当たりました。続いてこちらオープン。ラインナップはこちら。ノーベルスイカリングコレクション、男梅キャンデー、2層カメカメサワーズグミマスカット、ペタグーグミコーラ、 VC3000 のど飴男梅グミ。果たして今回当たったのは男梅グミ。このグミも酸っぱくて美味しいよね。まずこちらが男梅グミですね。リングがついております。こんな感じでちょっと赤黒い感じの色ですね。そして梅干しパウダーコーティングされてるからか、触り心地がザラザラしてます。そして本物の男梅グミみたいにこの黒い点々がついてます。実際にはめてみるとこんな感じです。どうですか。続いてこちらのパッケージ、手塩にかけた心に染みる梅味。このキャラクターもいいですよね。渋くて裏もこんな感じですね。しっかり本物の再現されてます。そしてこれただのパッケージではなく、こんな感じで上開けることができるんで、ここに指輪を収納することができます。これ膨らみができてね、ほんまにグミ入ってるような感じになりますね。というわけで男梅グミでした。4個目オープン。ラインナップはこちら。コレデビ西村雄二、コレデビのソフビコレクション2。かわいいでしょ。じー、とっても簡単なこと任せてくれていいよの全4種類あります。私が当たったのは任せてくれていいよの方を当たりました。いや、西村雄二さんの作品どれも面白いからいいよね。このキャラクターもすごい人気で可愛らしいキャラクターで、この表情もめっちゃ可愛らしい。上向きでニコってしてる。この服も可愛いやん。手も腰なけてほんまに任せてくれっていう感じの表情してます。で、後ろもこんな感じで丸いです。こんな感じで西村雄二さんのコレグミ、任せてくれていいよの方当たりました。続いてこちらオープン。ラインナップはこちら。生き物大図鑑ピーコックスパイダー、ピーコックスパイダースペキオスス、ピーコックスパイダーロバタス、ピーコックスパイダーボラン、ピーコックスパイダーベルソナータス、ピーコックスパイダーボラン。果たして今回当たったのはピーコックスパイダーペルソナータス、オスが当たりました。はい、クモのガチャガチャということで、ちょっと苦手な方もいるかもしれないんですけど、これね、
だいぶでかいですよ。手のひらサイズ。こちら生息地がオーストラリアで、体長が約5ミリ以下ということで、だいぶちっちゃいんやな、本物。で、こう体と、この足一本ずつ、可動式なのと、前、この手みたいなとこも動きます。ほら、後ろこんな感じ。この模様が特徴的ですね、この雲。雲といえば、目が8個ありますよね。で、こちら正面に4つしかないんですよ。あれ?と思ったら、ここ、上に4つついてる。これも目ですね、おそらく。というわけで、ピーコックスパイダー、ペルソナータス、オスでした。6個目、オープン!動物サウナ、8、チワワ、ゴリラ、ワニ、子供シロクマ、子供カバ、子供レッサーパンダ、私が当たったのは、子供シロクマ当たりました。こんな感じで、ほら、もう顔つきもめちゃ子供っぽいシロクマや、ほんまに。ちょっとニコってしてる。見て、この足の感じもめっちゃ可愛い。タオルもひらにかかってまーす。こんな感じで、シロクマの模様もすごいボコボコとして、リアルでーす。こんな感じで子供白クマ当たりました。続いてこちら、オープン、イムラヤ楽しいおやつコレクションアイススペシャル、あずきバー、ミルク金時バー、ウジ金時バー、たい焼きアイス、やわもちアイス、バニラ、やわもちアイス、ウジ抹茶、やわもちアイス、わらび餅、輪切りパイン、メロンボール。果たして今回当たったのは、あずきバー。こっちにアイスのケースのイラストが書かれてます。こんな感じでカードですね。そしてこちら、あずきバー、ちゃんとあずき入ってます。結構素材はね、柔らかいんですよ。こんな感じで、このね、アイスの形がね、やっぱリアルなんですよね。こうここ丸くていいですね、このザ・アイスの形。こんな感じであずきバーでした。8個目オープン。ラインナップはこちら、イニアシャ、イニアシャ、ヒグロシガゴメ、ミロク、キキョウ、フェッショナルの全5種類あります。私が当たったのはキキョウ当たりました。スマホ充電とかのあのコードのケーブルをここに、ケーブルの線をここに刺すっていうか、お尻にはめ込んだらそのケーブルに座ってるように見えるっていうガチャガチャやね。こんな感じでコードを中に入れると、で、こうやって座らせることができますね。だからコードも可愛らしく飾ることもできます。これまた正面向いてるんじゃなくて、なんか遠くを見つめてるような感じの表情、いいね。こんな感じで桔梗様のこの毛の感じもすごいリアルになってますね。卑怯が当たってよかったです。続いてこちら、オープン。ラインナップはこちら、ワニワニパニック、ワニワニ A から E までと、ワニワニゴールドバージョンがあって、順番に音声が違うんで言っていくと、もう怒ったぞ、参った降参だ、もう怒ったぞ、危なかった、もう怒ったぞ、こんなもんでしょう、もう怒ったぞ、まだまだ甘い、もう怒ったぞ、いやーい、ざまあみろ、もう怒ったぞ、いやーい、ざまあみろ。果たして今回当たったのは、ワニワニ E、 もう怒ったぞ、いやーい、ざまあみろが当たりました。こちらワニ本体とアーケードゲームの外側みたいなのとハンマーがついてました。こちらこんな感じで組み立てて、ワニワニパニックと、この黄色いのをシールで貼っていきました。そしてワニワニパニックと言ったらこれですよね。ハンマー。あの特徴のあるハンマー。再現されてますね。そしてこちらがワニ。これ目とですね、歯、シールになっております。この笑ってんのがいいね。で、この裏に留めてあるんで、抜いて、早速、どんな音か聞いていきましょう。せっかくなんで、このワニワニパニックのアーケードゲームっぽくして、ハンマーで、イエイ!キレッ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 !
いてしか言わへんのこれ。あ、わかった、スペシャル音声がたまになるよって書いてある。あ、そういうこと。じゃあ何回も押していかなあかんってこと。そういや、ちょっと押していくわ。うん、いれ、お、怒ったぞ。今もう怒ったぞ。だけどあと1種類あるんちゃうかな。まさかのスペシャル音やってんね。というわけで、ワニワニパニックでした。イェイイェイ、たまんろ。ラスト、オープン。ラインナップはこちら。カエリ、ワーメン、桃色、朱色、紅紫色、若草色、ホラ色の麺5種類あります。私が当たったのは、紅紫色当たりました。パンなんですごい、缶のカチカチしますね。すごい可愛らしい缶です。開けてみますね。開けると、わーな、可愛らしいの。こんな感じで袋を開けたら飴が6個入ってました。飴の色も模様が書いてあります。ちょっと透明感のある飴の色になってます。わー、あの飴ってすごいおしゃれやから可愛らしいよね。こんな感じで紅紫色の飴が当たりました。はい、こんな感じで10回ガチャガチャ開封していきました。はい、今回も可愛らしいガチャガチャがたくさんありました。すごい面白いもんとかもあったね。で、私が今回いいなと思ったのはこのワーメンです。すごい可愛らしいパッケージで見てて癒されます。で、この中開けたらまだこんな可愛らしい飴が入ってるっていうのに私はびっくりしました。すごい可愛らしいガチャガチャガチャだなと思いました。こっちがいいなと思ったの何？今回良かったのがこのワニワニパニックのやつ。これやっぱ面白いんでいいですね。実際ワニワニパニックプレイしたことはもう数えるぐらいしかないと思うんですけど、こうやってゲームセンターで昔遊んでたやつがガチャガチャになってこうやって音出て面白い、いいですね。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル